ねえ、水木さんってコストコの会員だよね。あ、嘘ついても無駄よ。コストコのバッグ持ってるところ見たし、よく買い物にも行ってるよね。めぐみさん、一体何？私も行きたいの。スケジュールを調整してちょうだい。私はいつでもいいわ。他の人と行けば。何言ってるのよ。水木さんは会員なんでしょ？じゃあ会員じゃない人間を連れて行くのが義務ってものよね。そしてちょっとくらいはおごるでしょ。いや、それどこの世界の話？盗賊業界とか？何を失礼ね。私が行きたいって言ってるのよ。普通我が家まで迎えに来てランチもおごって、それで商品だっていろいろ持たせるのが筋でしょうが。やっぱり盗賊業界のお話だよね、それ。あんたどんだけずうずうしいの。冗談にしても鬱陶しいんだけど。水木さんはやっぱり下品な女ね。あのね、上流階級の人間っていうのは贈り物をする人が多いの。うちにもお中元やお歳暮がたくさん届くんだから。一体何で張り合ってんだよ。大体なんでめぐみさん人にたかるの。たかる？私が？いや、どう考えてもたかりだよね。他のママさんたちも噂してたよ。めぐみさんに関わるとたかられるから気をつけろってさ。そんなの私に対する嫉妬に決まってるじゃない。嫉妬？ほら、私去年タワマンに引っ越したでしょ。しかもね、なかなかの高層階なんだから、地上に住む皆さんからしたら嫉妬の対象なんじゃない。いや、春だね。おめでたいね。あのね、いいから早く。いつ迎えに来るの？タワマンの駐車場に入れるんだから、水木さんにもメリットあるわよ。きっと羨望の眼差しで見られるわよ。いやさ、めぐみさんが住んでるエリアって周りもタワマンばっかりだよね。その人たちが見たところで羨望の眼差しにはならんと思うよ。だって自分たちもタワマンに住んでんだからさ。ごちゃごちゃうるさいわね。水木さんも他のママみたいに私の言うことを聞きなさいよ。学生時代のあだ名、ジャイアンとかじゃなかった？映画版じゃない方の。はあ、私アニメとかは見ないからよくわからないわよ。だいたい私がアニメ見るようなタイプに見える？鏡で自分の顔見てそうなタイプに見えるね。わかってるじゃない。水木さんと違って化粧品にもお金をかけているのよ。わかったならちゃんと私にコストコを案内するのね。マジでこういう人って自分を中心に生きてるよな。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまると毎日楽しく暮らしているよ。うちはよく食べるし、実家や義実家と食べ物を交換したりするから、たくさん入っているコストコはよく利用させてもらっているんだ。何より普通のスーパーにはないものがあって楽しいしね。会員カードがあると非会員の人も連れて行けるから、たまに行きたいってママ友を連れて行ったりもするんだけど、中にはずうずうしい人もいるんだよね。連れて行ってもらって当たり前と思っている人、そういう人はトラブルになりやすいし関わりたくないね。めぐみさんなんかその典型的なタイプだよ。彼女はめちゃくちゃプライドが高くていつも自慢ばかり。それだけならまだしも、この素晴らしい自分に尽くしなさいみたいな謎の思考を持った人物なんだ。もう自分に酔いまくりなんだよね。あれ、プライドが高い、自分に酔っている。なるほど。コストコ当日。いやー、コストコって本当に広いのね。ま、このくらい広ければ私にもふさわしいわね。いや、意味がわからないし。てか、チラシの招待券があるならそれで入ればよかったじゃない。びっくりしたよ。コストコに来たらめぐみさんがいるんだもの。チキンケサディーヤ3つも買ったわ。カットしめじも大量。コストコで爆買いって楽しいわね。今日はおごりでよろしく。おごってくれるの？ありがとう。え？違うわよ。なんで私がおごらなきゃいけないのよ。やっぱりさすがめぐみさんってお金持ちだね。タワマンに住んでるくらいだもの、お金余ってるんだね。いや、そんなことは。え、そんなことないの？お金ないの？まあ、あるわよ。あるに決まってるでしょ。今日だって旦那のゴールドカードもあるし、現金だっていつもたくさん持ち歩いてるんだから。やっぱりセレブは違うね。セレブ？私が？違うの？なんだ、めぐみさんはセレブだと思ってたんだけどな。違うんだね。普通にケチな人なのかな。違うわよ。じゃあおごってくれるよね。私今日の買い物は少ないんだ。ピコラのレモンハーブキャンディーとパンオショコラ、あとは鶏の胸肉だけ。
タワマン住みでセレブなめぐみさんならおごれるよね。いや、なんで私がおごらなきゃいけないのよ。私はタワマンに住むお金持ちなのよ。みんなに憧れられる存在なの。よくされるのが当たり前。それは違うね。知らないの？ハリウッドセレブなんかは多額の寄付をするらしいよ。本物のセレブっていうのはそういうものだから。あ、そっか、めぐみさんはエセセレブなんだね。じゃあ今度からエセセレブさんって呼ぶわ。わかったわよ。おごればいいんでしょ。じゃあオートミールとベーグル、それからあ、ルビーグレープフルーツも追加しちゃおうかな。なんでもいいわよ、もう。いや、ごっそり。めぐみさんってさ、もともとたかり体質ってわけじゃないんだよね。彼女はとにかくプライドが高いだけなの。それがタワマンに引っ越してからさらに加速して、なんか変な方向にねじれちゃったって感じなんだよ。おごられる私イコール偉いすごいってところかな。じゃあさ、逆に彼女のプライドを刺激したらどうなるのかなと、ちょっと気になってつついてみたらこの通り。なんか合計3万円分くらいおごってもらっちゃった。最初は冗談だったんだけど、私はセレブだからいいのよとか言ってカートに追加してくれるんだよね。だから何度もお礼を言ったら満面の笑みだったよ。いつもはみんなに煙たがられているから、それが感謝されてよっぽど嬉しかったのかね。なんか鼻の穴が広がってヒクヒクしてたっけ。数日後。みずきちゃん、ハロー。ジュエリーちゃん、よ。ちょっと聞いてよ。ほら、めぐみいるでしょ。タワマン住み、自称セレブ、自称上流階級、自称美人の。ああ、あのめぐみさんね。あれ、ジュエリーちゃんって知り合いだっけ。そりゃそうよ。だってめぐみ、昔近くのスナックにいたのよ。この辺りの人なら知ってる人多いわ。へえ、そうなんだ。じゃあ付き合い長いってこと。そうね。ま、めぐみがお客さんと結婚して店を辞めたし、出産して忙しいでしょ。だからあんまり会う機会がないのよ。それにめぐみは店の子に意地悪したりしてたから嫌いなの。あの人昔からそういうことやってたんだね。すごかったのよ。他の子の客をどんどん取って、スナックといってもドリンクバッグとかもあるからね。もうめちゃくちゃだったんだから。へえ、でもなんとなく想像できるわ。で、そのめぐみさんがどうしたの。なんかね、大量のお土産持ってうちに来たのよ。それもママ友を何人も連れて。え、あのめぐみさんが。なんか私はセレブでお金持ちになったの、だからみんなにおごってあげるのよ、ですって。うちにもなんか高級な果物たくさん持ってきたわ。なんと単純な。実はさ、めぐみさんずっとたかりしてたんだよね。お金はあるでしょうに。めぐみのことだもの、おごられる自分はすごいみたいな感じだったんじゃないの。おお、さすがはジュエリーちゃんだね。これでも私はオカマバーのママなのよ。人を見る目はあるんだから。ま、ほとんどがイケメンに限るけどね。やだ、なんちゃって。もうみずきちゃんったらある意味ノリがいいんだから。でもめぐみやばそうよ。かなりお金使っているみたい。ちょっとやりすぎちゃったかな。私コストコでおごれって言われたからさ、めぐみさんのことをおだてて逆におごってもらったんだよね。やるわね。まあめぐみは単純だからね。ちょっと可愛いところあるじゃんって思っちゃったよ。あら、やだ、それは危険よ、みずきちゃん。確かにめぐみは単純だから、そこはちょっと可愛いわ。でもね、普段から人にたかりをするような人間なのよ。意地悪ばっかりしているわけだし。あ、確かにそうだね。ちょっといいところというか、そういうところを見るとすぐ印象変わっちゃうから気をつけないと。あれね、元不良がいいことするとよく見える現象ね。ダメよ、ダメダメ。みずきちゃん、案外騙されやすいんだからね。はい、気をつけます。いや、危ない危ない。ジュエリーちゃんに言ってもらわなかったら危なかったよ。私の中ですっかりめぐみさんは被害者になっていたからね。というのも、いろいろなママさんが今度はめぐみさんにたかりをしているんだ。しかもめぐみさんのところは旦那さんが高収入でね、お金があるからもうあれこれ買ってあげたりおごっているみたい。みんなめぐみさんの扱い方を覚えてさ、もう褒めちぎっているみたいだよ。
この間なんか公園でママさんたちが話してたんだけど、めぐみさんに高級なチョコレートのギフトを10個も買ってもらったんだってさ。彼女は今までめぐみさんの宝に悩んでいたらしく、めちゃくちゃやり返しているみたいだよ。まあ私も人のことは言えないけどさ、ほどほどにしておかないと今度はまた痛い目見るからね。私はあれからめぐみさんとはやりとりしていないよ。連絡があったのはあれから3ヶ月後くらいのことだね。どうしてこうなったの？めぐみさん、何の話？だって私はみんなから憧れられる存在でしょ？なのに、なんで離婚なんてことに？ああ、めぐみさん離婚が決まったんだってね。しかも旦那さんが親権取ったんでしょ？月に100万も使う女はもうコリゴリだって。うわ、月に100万も使ってたの？いくら多い月とはいえそりゃすごいわ。違うわよ、私を舐めないでちょうだい。毎月100万円、今月は300万円よ。まさかだけど、それをおごりに使ってたの？そうよ、あんな世界があったのね、気持ちいいわ。おごられる方が偉いと思ってたけど違うじゃないの。そう。でもこのままじゃ誰にもおごれないわ。そりゃそうだよね。めぐみさんが使っていたのは旦那さんのお金でしょ。でも夫婦なんだから共有財産じゃないの。だとしてもめぐみさんは何してたの？家事だってほとんどやらないで遊んでばっかりでしょ。エステにネイルにお茶会に。せっかくそういうことを許してくれる旦那さんだったのにね。はあ？許すって当たり前でしょ。私は自由だもの。言いたいことはわかるけどさ、働かない、家事もしないで遊んでばかり、それを許してくれる旦那さんなんてめったにいないよ。うるさい、私の人生めちゃくちゃよ。どうしてくれるの？大丈夫大丈夫。ほらめぐみさんはセレブでしょ。一度セレブになれたんだもの、今度は自分の力でなれるよ。自分の力で？そうそう、ほらいくら裕福な生活とはいえ、それって旦那さんの稼ぎだったわけでしょ。でも離婚したら今度は自分一人でタワマン購入。どう？こういうチャレンジ。いや、でも。え？まさかだけどできないの？できるわよ。できるに決まってるじゃないの。じゃあ頑張ってね。うぐー。その後、こうしてお金の使いすぎで離婚してしまっためぐみさん。残されたお子さんがすごく心配だったんだけど、元旦那さんはお子さんをとっても大切にする人だから、とりあえずは心配いらないかな。めぐみさんの方だけど、あの人をおだてられるのに本当に弱いんだね。古いアパートで一人暮らしを始めたんだけど、隣の部屋の人と仲良くなってね。なんかめぐみさんは頑張ってる、神様の生まれ変わり、あなたはすごいみたいに言われて、すっかりその気になり、せっかく少しは財産分与もあったんだけど、その残っていたお金をネットワークビジネスに使ったみたいだよ。隣人さんその手の人だったみたい。これだけならちょっとかわいそうかなと思う気持ちもまあ少しはあったんだけどさ、この人、そのネットワークビジネスで知り合った人を下に見ていびっていたらしいよ。まあ自業自得ってことなのかね。さあコストコで買ってきたデニッシュ食べようっと。大人になってからシナモンがすごく好きになったんだよね。美味しいなあ。甘いものをコーヒーと一緒にいただくのが最高だね。そして膝の上にはニャニャマル。ニャニャマルは尻尾で千秋の手をベシベシしているよ。ほら千秋、おやつ食べたら宿題やろうか。たまにはお母さんが見てあげるよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。